拍手でお迎えください。美食とか文化を紹介して、さらに私一応台湾人として日本の文化も体験します。そうだね、日本の方向けに台湾の魅力を紹介する動画いっぱい食べたりしてるね。全部食べたり食べたりしてたり、たまに遊んだりで、あとは、日本で台湾人が日本の文化こういうところびっくりっていうのを発信してるよね。そうそう、いろいろないろいろなね、そうそう、高級のお寿司食べたりね。でも今一番人気な動画は耳かきですよね。耳かきね、そうですよね。この間もやったもんね、私たちね。ちょっと二大ゆう子の話題がずれてたよね。確かに、でもなんかその耳かきの動画を見て癒される方もいらっしゃったら嬉しいね。そうだよ、私マナの耳かきの動画惚れたよ。本当一目本当油だったのかな。そう、はいはい、ってことで、あ、今日さ、このステージに呼んでいただいたんだけど、どういうテーマがあるかな。あ、実はね、この台湾祭今回のテーマは中秋節っていうテーマがありますよ。中秋節、知ってる方いらっしゃいますか。うわ、知ってる方もいらっしゃるし、知らない方もいらっしゃるね。中秋節ってどういうやつかな。中秋節っていう、なんかこの日、中秋節って日本もありますよね。そうだね、なんかみんなでさ、日本人はいつも月見ながら団子を食べますよね。そうだね、そうだね。そう、でも台湾でさ、この日は休み。休み？そう。お、何するの？みんなは月見ながら焼肉します。焼肉？そう。私なんか日本的に言うと、なんかお月見を、なんていうの、月を見ながらお団子を食べたりするんだけど、
焼肉なんだ。そう、焼肉。え、なんか焼肉だったらご飯と一緒に食べたりする感じかな。ご飯？うん。なの？お米？そう、お米。違います。え、どういうの？食パン。食パン？そう、食パン、うん、焼肉に食パン？あれ、え、あれ日本と違う？焼肉といったらライスのイメージあるけど、なんで食パンなの？いや、食パンだよ、絶対。絶対食パンらしいので、じゃあ今度台湾で食パンと焼肉を。いや、でも焼肉屋さんはお米だけど、うん、え、なんでその時はさ、食パンなの？いや、この日はみんなは外で焼肉します。あ、そっかそっか、うん、そう、なんか橋の下とか、うんうん、あと、なんか川の隣とか。あー、なるほどね。あ、そう、そういう場所なら電気がない。そう、だから食パンはいつも、なんか職場は便利だね。そう、便利です、うんうんうん、確かに。う、うん、だからか。そう、お、全然話変わるんだけどさ、ずずさっきからこれ何持ってんの？そうですね、これはなんか皆さんのために台湾に買ってきたお土産です。うん、わー、何のお土産？はい、わー、これ何？これはなんか、うん、これは中には牛轧糖。牛轧糖？そう。どういうもの？なんかミルクと砂糖の組み合わせのスイーツ。あ、お菓子なんだ。そう、お菓子。スイーツ。おお。でも、うん、なんか今日は人がいっぱいいるから、うんうん、ちょっと足りないかな。そうだね。みんなにはお渡しできないかもね。そう。じゃあなんかクイズとかやって、答えてくれた方にあげるのはどうかな。いいと思います。お、じゃあ早速クイズをやろっか。はいはい、ちょっとね、ちょっとね、携帯にメモってきたんだよね。そうそうそう、ちょっとすいません、見させてください。はい、で、このクイズなんですけど、台湾に関するクイズと、あとは台湾に関するクイズです。はい、はい、じゃあ第1問からやろうか。はい、じゃあルンルン、第1問、台湾の美食といえば。じゃあこれは3名かな。3名です。わかるかな、台湾の名物といえば。あ、ほらほらほら、あげてるよ。あ、どうする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 。はい、じゃあこちらの方お願いします。ステージ上がっ、開けてみましょう。私、チーパイ。おお、当てます。じゃあ中身をちょっと、新しいの。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ジーパイってなんだ？ジーパイ、うん、お、さっき見ました、うん、この台湾菜売ってますよ。売ってたね、売ってたね。なんかいい匂い。もう絶対食べようね。そう、帰ったら絶対食べよう、うん、はい、ジーパイっていうのは鶏の大きい唐揚げのことだね。そうです。お、あと2人、あと2人、いいね。わわわ、ほらほら、いっぱい手挙げてる。どうしよう、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 子供ちっちゃい、わかるかな。あ、大丈夫、子供、ヒントがありました。ヒント、このお姉さんヒント知ってるから。お姉さん知ってるよ。ルーロー、ルーロー、ルーロー、すごいすぎる。あめあげるね。ルーローもいっぱい食べてね。この場所、ルーローも当てましたね。ありがとう、すごいね、ありがとう。ありがとうございます。はい、じゃあ、あと1名。男性しましょうか。お、男性、はい。あ、どうしよう、ちょっと悩んでます。後ろの人かな。後ろの人、はい、はい、あのカメラマンさん。そうそう、臭豆腐。あ、臭豆腐、わー、そうだね。そう、台湾のめちゃ名物だよ。どうしよう、これ臭いけど。臭いけど、私が私に行く。はい、何だろう、はい、行きますよ。